皆さん、こんにちは。自由民主党の街頭演説会を開催させていただきます。本日はこの街頭演説会に弁士として自由民主党岡山支部連合会会長衆議院議員橋本岳先生、そして同じく衆議院議員山下隆先生、そして参議院議員石井正弘先生にお越しを賜りました。そして後ほど地方創生国家戦略特別区域担当の石破茂大臣もお越しになられます。どうぞご清聴いただきますようこれからお願い申し上げます。それではまずはじめに自由民主党岡山支部連合会会長衆議院議員橋本岳先生よりご挨拶をお願いします。ご清聴中の皆様、こんにちは。私は自由民主党岡山県支部連合会の会長を手伝っております衆議院議員の橋本岳でございます。本日はここ岡山駅前街頭を借りをいたしまして、自由民主党街頭演説会を開催させていただきます。ご通行中のところ、またお忙しいところかもしれませんが、お騒がせをして大変恐縮でございますけれども、少々耳を傾けいただければ幸いでございます。今日はここに今石井正弘参議院議員がおられ、また山下隆衆議院議員がこの後お越しになり、そして石破茂地方創生大臣も応援に来る、さらには来たる参議院選挙立候補予定者であります小野田紀美もここに来る予定であります。お時間あるようでありましたら足を止めていただきまして、聞いてやっていただければ幸いでございます。皆様こんにちは。こちらは自由民主党でございます。さて、ただいま私は自由民主党で外交部会長という役を仰せつかっております。今日本を取り巻く環境、必ずしも平和一色とは言い難い状況があるわけでございます。ご記憶に新しいところとは思いますけれども、尖閣諸島沖に先日、接続水域にということではありますけれども、中国の軍艦が侵入をしてまいります。ロシアの艦艇もその前に、ほぼ時を同じくしてと言ってもいいですが、接続水域を航行し、その後中国の軍艦も侵入をしてきた、こういうことでございます。そしてまたそれから火を浮かずして、口永良部島沖、それから東大東島沖だと思いましたけれども、それぞれ領海ないしは接続水域に中国の軍艦が通行していった、このようなことがございます。日本の外務省といたしましては、中国当局に抗議等を行ったわけであります。もちろん国際法上無害通行権というのはあります。単に領海の中であっても通行するだけであれば、何もしなければ別にそれを咎める根拠はないわけでありますけれども、特に尖閣沖となれば話は違う。尖閣諸島というのは我が国の領土であります。ただし中国はまた別の主張を、彼らが独自の主張をしているということも、これはこれで事実であり、私たちとしては大変に緊張感の高い神経を尖らせているところであります。ですからこれまでも接続水域に公船、中国の公船、日本でいうところの海上保安庁の船が入ってきても、それはそれで抗議をしていたわけでございます。要するに領土の意見の違いがあるところに緊張感をもたらす行為というのは控えるべきである、こ
こういう抗議をこれまでもしてきます。今回初めて中国の軍艦が接続水域に入ってきたわけでございます。接続水域に入ってくる前からこのまま行くと接続水域に入るよ、緊張感をエスカレートさせるような行為はさらに控えるべきである、こうした抗議を行っておったわけですけれども、累次にわたり行って接続水域に侵入をされた後もさらに続けて抗議をし、それでも動かないもんでありますから午前2時夜中にもかかわらず大使を外務省に呼び出して抗議をする、ここまでのことをすることになった。これはなぜか、それは中国の視点から言えば自分たちの領土、彼らはそう主張しているからね、その近くを船が通って何が悪いという、あるいはもしかしたらそこで中国の船からコブ等々を下ろして乗組員が尖閣諸島に上陸をした、自分たちの領土に上陸をして何が悪い、中国の人は言うでしょう。しかしながら我が国にとってみればそれは領海への侵入、あるいは領土に対する不法占拠、不法上陸というものを許すということになるわけでありまして、これこそ決して行われてはいけない。だから海上保安庁ないし海上自衛隊がその海域を監視をしているのであって、そして場合によっては仮にその中国の軍艦がどういう意図を持ってきたのか入ってきたのかわからないわけでありますから、領海に侵入をしてくれば海上警備行動を発令をするということになったかもしれません。あるいはそれ以上のことがもし彼らがやってくれば我々もしかるべき対応を取る、こういうことを頭に置かなければいけなかった、大変にピリピリをした緊張感の走った光景だったわけであります。だからこそ接続水域に入る前から抗議を行っていたわけであります。ある意味で警告であります。今この岡山駅前大変平和であります。ありがたいことです。しかしながら私たちのあまり見えないところではそうしたピリピリした緊張感というのはある。中国だけではありません。今年1月6日には北朝鮮が核実験を行いました。そしてそれから弾道ミサイルの発射実験等も累次にわたって行っております。これは明確に国連決議に違反をしている。だからこそ、各国共同で制裁決議も新たに行うということになったわけであります。北朝鮮には拉致の問題もあります。今なお多くの同胞が拉致をされている。それも一刻も早く取り返さなければなりませんし、この地域の平和と安定を守るためにも核ミサイルの問題も解決しなければいけない。そうした中で私たちは日米同盟の中で基軸としてこの地域の平和と安定を守る、そうした取り組みをしているわけであります。今日沖縄で先月起こってしまった不幸な事件で被害者の追悼集会が行われます。もちろん犯罪はあってはなりませんし、再発防止のために打てる手はアメリカと日本共同して、これは取っていかなければならない。今その政府間で協議をしているところであります。しかしながら同時にこの地域と平和と安定というのはちゃんと守っていく、そのための日米安保条約なのだということも、これも間違いのないことであります。これをさらに発展をさせていく必要がある。今回の今度参議院選挙がございます。問われているところのポイントの一つはこの日米同盟をどのように考えていくのかということであります。昨年平和安全法制、私たちは作らせていただきました。これはこの日米同盟をしっかりと守っていく、そのための法制度であります。今の憲法の範囲内でできるのはどこまでか、これを追求したものであります。我々はこれをしっかりとこれからも守っていかなければならない。残念ながら相手の
方々はこれを廃止をしろと言ってる。廃止をしてどうやって我が国を守っていくのか、この日米同盟関係を守っていくのか、この地域の平和と安定を守っていくのか、国土あるいは国民の命を守っていくのか、このことについてビジョンは示されていない。私たちはこうした候補に、あるいはこうした政党にこの国の政治を委ねるわけにはいかない、このように思っているわけであります。どうぞそうした思いお汲み取りをいただきまして、私たち自由民主党に対します。そしてまた小野田君、これから参りますけれども、小野田君に対しまして、さらなるご支援を広げていただきますように心からお願いを申し上げまして、私からのお願いのお訴えとさせていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。橋本学先生、ありがとうございました。それでは引き続きまして石破大臣お越しではございますが、地元参議院議員石井正弘先生よりご挨拶演説をお願いいたします。皆さんこんにちは。岡山駅前にお集まりの皆様、そしてご通行中の皆様、少し耳を傾けていただければ幸いでございます。この後石破茂地方創生担当大臣よりお話がございますので、もうしばらくお待ちいただきたいと存じます。いよいよ参議院選挙、来週水曜日からスタートでございます。あと3日、今回の参議院選挙、ご案内通り岡山県にとりまして現在2連敗中のこの議席、何が何でも自由民主党がこの議席を奪還をし、そして自由民主党、公明党によります安定的な政権運営、それをぜひ実現をしていきたい。アベノミクス、これをさらに推し進めていく、進化させていく、そのためにも石破茂担当大臣、これからお話をいただきますけれども、地方創生、これを岡山県の隅々まで行き渡らさせていただく、その一元の政策が大いに期待されるところでございまして、我々自由民主党、一生懸命その実現に向かって取り組んでまいりますので、力強いご支持ご支援をいただきたいと思います。この後本人がやってまいります。小野田君候補でございます。岡山県は瀬戸内市、そちらで育ちました。北区の区議会議員もやっておりますが、地方の行政にも大変造詣が深い、そして彼女こそ地方創生を、皆さん方の声をお聞きしながら何としてもやり遂げていきたいんだ、岡山にあるいいもの、素晴らしいもの、特産品、これをさらに全国に向かって世界に向かってアピールをして、人、物、情報、これが行き交う岡山県を作っていく、その熱い志を持っておりますので、後ほど彼女の熱い思いをお聞き取りいただきたいと思います。もちろん私自身も今までの知事としての経験を生かしまして、岡山県民の思い、地方をもっと、岡山県をもっと元気にしていく、そのための政策を国政の場におきまして、しっかりとこれからも提言をし実行に移していき、皆さん方のためになる自由民主党の力強い政策のぜひ一助にさせていただきたい、この熱い思いを持っているところでございます。それではお時間もやってまいりましたけれども、この後地元の山下先生、さらには一番出る担当大臣小野田君子、順次演説をさせていただきます。お耳を傾けていただきまして、今回の参議院選挙、
繰り返しになりますけれども、どうか自由民主党の小野田喜美候補に対しまして力強いご支持ご支援を、全国におきましては自由民主党公明党の安定的な政権運営のために、両党の候補に対しまして候補者に対しましての力強いご支持ご支援を賜りますように、私石井正弘高い団長でございますが、心より皆様方に訴えさせていただき、私マイクをバトンタッチをさせていただきます。どうか皆さん最終最後までよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいま前岡山県知事参議院議員石井正弘先生のご挨拶でございました。それでは引き続きまして、それではここで地方創生国家戦略特別区域担当大臣石破茂大臣より皆様方へ街頭からのお訴えをさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。岡山駅前の皆様こんにちは。ご紹介をいただきました地方創生担当国務大臣石破茂であります。今日は県連会長の橋本さん、そして前知事参議院議員の石井さん、そして岡山2区の山下さん、ともどもにこの場に立たせていただき、これからお話をいたします。しあさってから始まります参議院選挙、私ども自由民主党が公明党の皆様方のご支援もいただきて、岡山県民の皆様方に自信と誇りと責任を持ってお願いをする小野田喜美、そのお願いの場を作らせていただきました。大きな音でご迷惑をおかけをいたします。せっかくの日曜日、おくつろぎの皆様方、そしてご商売の皆様方、お騒がせをし申し訳ありませんが、どうぞお許しをいただきたいと思います。今度の選挙は争点はいくつもあるのですが、このままいくとこの日本の国はどんどんと人口が減ってまいります。今日本人って1億2700万人いますけれど、このままの出生率が続くと西暦2100年、あとたった84年で日本人は半分以下の5200万人になります。たったあと80年で日本人は半分になります。あと200年経つと日本人は今の10分の1 1391万人になります。300年経つと30分の1の423万人に減るのですよ。一組の夫婦から一人しかお子さんが生まれないとすれば、一世代で人口は半分になっていくんです。この岡山県でも、この岡山市、今はまだ人口が増えていますが、ピークは2020年からこの岡山市でも人口が減り始めます。人口が減るってのは鳥取県の話じゃないのかい、津山市の話じゃないのかい、新見市の話だろ。そうではありません。この岡山市だってこれから先人口が減ります。ですけれども、東京への人口集中は未だに止まりません。なんでこれがいけないのかといえば、これから先東京はいつ首都直下型地震が起こってもおかしくない、いつ富士山が大爆発するかわからない、そこに人と物と金が集中していることがどれほど恐ろしいことであるのかということを、我々地方も東京も自覚をしなければなりません。同時に東京というのは出生率が全国で一番少ないところなんです。一番子供ができない、生まれないのが東京なんです。そこへ人口が集中をする、食料を作り、エネルギーを作り、多くのお子さんが生まれる地方が衰退をして東京だけが残るという日本は絶対にありえないのであります。私たちはこの国がなくなることを防いでいかなければならない。その意味で地方創生というものを
何としても今回成し遂げたい、そのように思って今回の選挙でお訴えをしているところであります。この岡山、この岡山が日本のために何をしてくれるのか、国が岡山のために何をしてくれるかではありません。岡山が日本のために何をするのか、それを岡山の皆様方にどうぞお考えをいただきたいのであります。消費税を2年半上げることを延期をしたいと我々は思っています。嫌なことが先送りになってよかったよかったという話では全くありません。昭和22年23年その頃に生まれた団塊の世代、今日本人で一番多くを占めている団塊の世代の方々はあと6年7年で75歳を迎えます。いわゆる言葉は嫌いですが後期高齢者になられます。いい悪いは別として、個人差があることも別として、45歳以下の方々の3倍から4倍病気になられる、体が不自由になられる、そういう人が一番増えるのがあと6年後です。その時に消費税が今のままでやれるはずはない。消費税は上げません、社会保障は充実いたします、そのような嘘を言ってはいけません。私たちは次の時代にツケを残さないためにも、困っている人がその苦しみから逃れるためにも、その財源である消費税は上げなければいけないと思っています。その環境をどうやって作っていくのか、それは地方の経済、伸びしろが一番ある地方の経済を伸ばしていく以外、消費税を引き上げる環境を整えることはできません。民進党の皆さん方のように、今山下代議士が申しましたように、足りない金は次の時代の人が払えばいいんだ、岡田さんはとうとう言い放ちましたね。足りない金は赤字国債、次の時代の人たちにツケを負わせるような、そんな無責任なことを我々自民党はいたしません。どうやって地方の経済を良くしていくか、それが問われるのが今度の選挙であります。今まで地方は公共事業と誘致企業で支えられてきました。道路が良くなる、下水道が良くなる、工場がある、そういうことで地方の経済を支えてきました。これから先同じことはできません。財政が厳しい中にあって、かつてと同じような雇用と所得を公共事業で作り出すことは不可能であります。それは新幹線もやりましょうよ、道路も作りましょうよ、だけどかつてと同じことはできないのです。誘致企業も大切です。ですけれど同じものを安くたくさんの人で作る、それと同じことを今やれと言われてもそれはできないのであります。ではどうやってそれをやっていくか、それは農業であり漁業であり林業であり、考えてもみてください。日本ほど農業と漁業と林業に向いた国が世界のどこにあるのですか。農業は土と光と水と温度の産業です。日本ほど土と水と光と温度に恵まれたそんな国が世界のどこにあるのか。今アメリカで天丼がやたらと流行っている、フランスではお弁当って言葉がフランス語の辞書に載っている、去年ミラノでやった食の万博、一番お客さんが来たのは日本のパビリオンがお客さんを一番集めたのであって、 TPP に反対って言うけれども、今世界の人が日本の農産品を求めているときに、この TPP を使ってどうやって日本の農産品を世界に売るか。新潟はここの10年で米の輸出量が100倍に増えたんですよ。今や世界の人が世界で一番おいしくて一番安全な農産品を望んでいるときに、これから日本の人口は急激に減るんです。どうやって農地を守るんですか。どうやって農業者を維持するんですか。我々は米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、砂糖、そんな関税を全部撤廃するなんてことは言いませんが、
同時に日本の農業をどうやって世界に広げていくか、そのことを考えるのが我々の責任です。この岡山でそうであるように、日本の漁業は無限の可能性を持っています。日本人が魚が取れる海の面積は世界第6位なんです。ここの漁業を伸ばしていかなくて、どうやって日本の浜を守ることができるのか。やがて冷凍して2年経っても5年経っても取れた時と同じ新鮮な状態を維持できる、そういう冷凍の技術が普及します。日本の水産を世界に向けて売っていくんです。岡山県の 68% は森であり山なんです。なんで外国から木を買ってきた方が安いんですか。真庭市が一生懸命取り組んでいるように、木造の5階建て10階建て、そういう技術ができたんです。これを日本で最先端でやっているのも岡山なのであって、この岡山の持っている可能性を全面的に広げていって、岡山から新しい日本を作る、それを我々自由民主党は訴えてまいります。岡山に日本一はたくさんありますが、例えて言えば最近の日本一、移住者です。よその県から移り住む人、岡山は全国第1位なんですよ。よその県から岡山に住みたい、そう思ってやってくる人、それは全国岡山が第1位なんです。第2位は鳥取県です。すごいでしょう。まあそれはともかくとしてだな。そして岡山に住みたい、全国47都道府県がありますが、どこならば移住したいですかっていうランキングが毎年出てます。岡山は今年は全国第3位、去年は2位でした。岡山はここ5年ベスト5から落ちたことは一度もないんです。この岡山に住みたい人がいっぱいいる、実績も日本一である、この岡山の力を日本のためにもっと生かしていただけませんか。小野田君は国が岡山のために何をしてくれるかではなく、岡山が日本のために何ができるか、それを問いながら参議院選挙を戦い、地方の経済が良くなっていくことによって、初めて消費税を上げる環境を整えることができるんです。それを作っていかない限り、地方が日本を引っ張っていかない限り、この国の未来はない。私どもはそのように考えております。観光だってそうでしょうよ。岡山にもっともっと外国の人が来るような、そういう状況を作っていかなければなりません。観光は春夏秋冬の四季がはっきりしていること、自然が豊かで美しいこと、食べ物と酒が美味しいこと、伝統文化芸能芸術が奥深いこと、この4つで決まるんです。岡山の食べ物、果物に限らず美味しいものがいっぱいありましょうよ。伝統も芸能も芸術も奥深いのでしょうよ。そして春夏秋冬の四季がはっきりをして、自然が美しく豊かな岡山県がもっともっと人が来るような、そういう県に私どもはいたしてまいります。それは永田町や霞ヶ関でわかることではありません。永田町は霞ヶ関でそんなことが分かったら苦労はしないんです。今まで国がこうやってくれということをそのまま地方がやって、地方は同じように栄え、同じように衰退をしていきました。これから先はそうではない。岡山はこれをやりたいということを岡山が考えてもらい、それを国が取り上げて応援をする、今までのやり方が180度違うんです。今までの発想をガラッと変えて新しい日本を作っていきたい、それが私どもの訴えであります。そしてもう一つ、橋本県連会長が演説をしていましたが、この国の平和と独立をどうやって守るんですか。集団的自衛権は憲法違反だ。本当にそうです。アメリカと一緒になって世界中戦争する権利です。候補者に聞いてください。本当にそう思うんだったらば、国連総会に行って国連憲章から集団的自衛権を削除する、そう言ってください。世界に向けては言わない、国内だけ調子のいいことを言う、そんな人たちが国を危うくするんです。
これから先、あれはよその国のことだもんね、何ぞと言っている間に、すぐにそれは日本に対する危機に変わっていきます。今やパソコンのキーを叩けば、何秒で鉄道が止まり、そしてガスが止まり、電気が止まり、そういうサイバー戦争の時代に入ってまいりました。北朝鮮からこの中国地方まで、この間鳥取県にミサイルの破片が流れ着きましたが、北朝鮮からこの中国地方までミサイルが飛んでくるのは7分なんです。あれはよその国のことだ、我々には関係ない、そんなことを言ってるうちに瞬時にそれは我が国に対する重大な危機になるのだ。そうであるからして国連憲章は関係の深い国々がお互いに助け合おう、その権利を認めているのです。なんで日本だけが世界と全く違うことを言って、この社会の中で、世界の中で生きていくことができると我々は思いません。きれいごと、自分たちだけのこと、選挙に勝てばそれでいいということ、我々はそういう政治を絶対に許してはならないと思っております。小野田君はこの岡山をどうするか、岡山からどのように新しい日本を作るか、それを語って選挙を戦いたいと思っています。そして我々も全力を挙げて、この岡山で我々自民党の議席を取り戻したい、そのように思っています。しかし相手は極めて強い、今回引退する元議長さんの後継者として全力を尽くしてまいります。小野田君は新人ですから、名前がまだ知れてない、手も握ったことないし話も聞いたことがない、そんな人がまだ多いのかもしれません。我々自民党は公明党の力も得ながら、これから先7月の10日の投票日まで全力を挙げて、小野田君、皆様方にお願いをいたしてまいります。どうかこれは日本の国のための戦いです。小野田のための戦いではありません。自民党のための戦いでもありません。日本の国をどうするのか、全身全霊で小野田君が訴えてまいります。どうぞ皆様お耳を傾けていただいて、この小野田君、岡山から新しい日本を作る、日本の人たちが住みたいと思い、実際に日本から一番多くの人がやってくるこの岡山から新しい日本を作るという自由民主党小野田君、その訴えにお耳を傾けていただき、ご支持ご支援を賜らんことをこれからお願いして、地方創生大臣石破茂、ご挨拶終わります。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。石破大臣、誠にありがとうございました。地方創生国家戦略特別区域担当石破大臣、ありがとうございました。それでは6月22日公示の参議院選挙、自由民主党岡山県参議院選挙区第2支部支部長、自民党公認小野田君候補予定者より皆さん方へお訴えを申し上げます。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。自民党参議院第2選挙区支部長の小野田君です。私は旧奥郡奥町蒸し上げ瀬戸内市の出身でございます。参議院は岡山県全体で一人を選ぶ、そういった選挙です。私はこの活動の中で岡山県全体を隅々まで歩いてきました。それぞれの地域が持つ現状、課題、そして魅力も実は全く違う、この岡山と一言で言えないたくさんの岡山を私は目にしてきました。私のふるさとはいわゆる人口減少が進む農村地域でございます。小学校も全校でもう30人くらいしかいない、高齢化率は 45% を超えている。それでも私の村は、ふるさとは素晴らしいところです。温暖な気候、おいしい魚介類、そして温かい人々、そういったそれぞれの岡山にある魅力をしっかりと売っていく。私たちの村は外から見たら限界集落と言われるかもしれない、しかし誰もふるさとを諦めてはいません。地方創生はどこかの誰かがやってくれるものではありません。私たちのふるさとは私たちが守っていくんだという思いで、
今たくさんの地域の皆様汗を流されていらっしゃいます。その思いに応えていくことが責任政党自民党としてやらなくてはいけないことであり、また町を活性化する、豊かにするということは第2第3の東京を作ることではありません。何でもあるオールマイティーな、それが東京の劣化コピーにしかならないんです。ここでしかないスペシャリティなもの、それぞれの村、それぞれの地域、ここは負けないといったところをしっかりとプロデュースし、プロモーションする。私は民間企業で企画広報プロモーションの仕事をしておりました。素敵なところをアピールすることは得意でございます。岡山の魅力、地域の魅力をしっかりと伝えていき、この岡山に活性化さらに進めていく。そしてもう一つ、教育、この問題にもしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。実は今この日本に教育格差というものが確かに存在しております。学力の格差、地域の格差、この問題をしっかりと取り組んでいきたい。なぜならば私自身も一人親家庭の元で育ちました。幼い頃父がいなくなり、母が女手一つで育ててくれる中、母はダブルワークをしながら必死に寝る時間も惜しんで私を育ててくれましたけれども、その中で教育資金を捻出するということは本当に厳しかったと後になって聞いております。私の母はたまたま着るものはお下がりしかもらってあげられない、どこも連れてってあげられない、おいしいものも食べさせてあげられないけれども、教育だけは借金をしてでもあなたのやりたいことをやらせてあげると言ってくれる母でした。だから今やりたい勉強をしてここに立つことができていると思っています。しかしながら今の日本にスタートラインから生まれた境遇によってなかなか勉強する機会も満足に与えられていない子どもたちまだいるんですね。日本に生まれた子どもたちの未来に希望を持てる教育、格差の是正をしっかり行っていくことが、私この日本を10年50年100年もっと健やかな国でいるための根底の力になるものと思っております。教育問題の格差にも自民党としてしっかりと取り組んでいきたい。そして若者、今日すごく若い方たち多いですね。最近こんなことも聞かれませんか。若者の車離れ、若者のお酒離れ、若者の結婚離れ、若者が全てから離れていく、若者たちを消費をしてくれ、個人消費が伸びないじゃないか、そう言われます。しかしながら私今33歳、バブルが弾けた以降に社会に出ました。どんどん良くなっていく、ありがとうございます。どんどん良くなっていく景気のいい日本、我々以下の世代は残念ながら見たことがありません。就職難、お給料は上がらない、家族を持つにも所得が厳しい、将来私たちは年金もらえるの、そういった不安にあふれた中で消費しなさい、使いなさいって言われたって怖いよ、そんなこと言ったって備えたいよっていうのが本音ではないでしょうか。しかしそれではやっぱり景気が回っていかない、そんな若者たちに今チャンスが来てるんです。自公政権の中でアベノミクスをしっかりと進めてきて雇用が増えました。就業者数も110万人増加、所得も上がっています、税収も上がっています。今どんどん良くなっていく日本というのを我々若者も初めて目にしているんです。この流れを止めるわけにはいかない。私たちのふるさとを自分たちで守ろうとしたように、この日本の未来は私たち若者たちが、そして今まで日本を支えてきてくれたみんなと手を取って叶えていかなくてはいけないものです。未来を絶対に諦めない責任政党自民党として、若者代表として、今まで日本を支えてきてくださった先輩方が安心して暮らせる社会保障、今まさに汗を流されている方々がきちんと報われる経済、そして未来を担う子どもたちが未来に希望を持てる教育、自民党として小野田君にしっかり取り組んでまいります。誰かを倒すための力をくれとは言いません。ふるさとを守るため、岡山を守るため、日本を守るための力をどうぞ小野田君に与えてください。頑張ってまいります。ありがとうございます。ご清聴ありがとうございます。今一度自由民主党岡山支部連合会会長、前です、衆議院議員橋本岳先生より皆様方へのお願いと決意をお願い申し上げます。改めまして皆様こんにちは。私は自由民主党岡山県連会長の橋本でございます。今日は石破茂
地方創生担当大臣が岡山に来られます。小野田君の応援に入って来られます。これから飛行機で戻られるようなんですが、飛行機が遅れたそうでございます。せっかくなんでもう一ラウンドしようということで、もう一回マイクを持たせていただいたところでございます。先ほど来お話が続いておりますけれども、今回の選挙戦、この全国の中でも岡山の選挙区というのは、私は天王山の一つだ、このように思っております。まあ、自民党、公明党の与党対、民進、共産、まあ、その他の政党もついてますが、まあ、こういう自公対民共という構図の選挙になった。この私たち自公は十数年にわたって、まあ、それぞれ政策が違っていてもすり合わせて、きちんと都市の子を作り、そして前にものを進めてきた、こうした思いはあります。民進、共産と政策で一致しているのはいくつかしかない。平和安全法制廃止、あるいはどうやら安倍政権は嫌いらしい。だけれどもその他のことで一致していることは結構珍しい、限られております。日米同盟についてどう思うのか。これは基軸だと、民進とは言う、共産党は廃止するという、本当にそれで外交あるいは安全保障をしっかりやっていけるのか。C 委員長、C さん、共産党の C さんは、ある対談で言ってました。政策で一致しないところは横に置いておけばいい。そんなことを言っていたら、全ての政策を横に置いておかなければいけない。何も決まらない政治が再び実現をするということになる。こんなことで日本は良いのか。私は決してこのような勢力に、私のあるいは皆さんのふるさとである日本を委ねるわけにはいかない、このように思っているのであります。全国の一人区が勝負を決めると言われています。その中の一つがこの岡山県選挙区であります。私たち自民党岡山県連としても絶対に落としてはならない、あるいは必ずこの選挙区をもう一回私たちに預からせていただく、こうした決意で小野田君さんを候補者に選び、候補予定者に選び、そして全力で一丸となって支えてきております。あさって選挙が始まります。そして7月10日が投票日であります。その時まで限られた時間は、時間は限られておりますけれども、もちろん小野田君本人は全力でお伝えをしていくでしょう。私たち自民党岡山県連も公明党さんと共に小野田君の当選のために全力を尽くしてまいります。そのことをしっかりとお誓いを申し上げまして、私はあの2度目のお訴えとさせていただきます。何卒皆様よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。衆議院議員橋本岳先生でございました。引き続きまして前岡山県知事、参議院議員石井正弘先生、よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました参議院議員の石井正弘でございます。第2ラウンドということで、先ほどお話を申し上げましたことに加えて、少し別の角度から皆様方に訴えをさせていただきたいと思います。今日テレビのチャンネルで党首討論がございました。安倍総理総裁が今回の民進党と共産党のこの野党統一候補、無所属の人が当選をしたら、その人は民進党なのか共産党なのか、どちらの政策に賛同するのか、私もそのことを聞いてみたいと思っておりましたが、今回の通常国会、50本ほどの法律が政府提案通りました。しかし、その4割ほど、20本近くは、両党の賛否が分かれておりました。いわゆる、日本国憲法に対する考え方、平和安全保障、この法制を廃止すると言いながら、しかし、
領海の警備はしっかりやっていかなきゃいけないという民進党の訴え、両党の政策理念、根本的な政策全く違う、これに対する民進党共産党からの明確な回答はありませんでした。これを野望と言わずして何が野望なのか、こういう野党統一候補、こういう候補に何が何でも負けてはならない。岡山県におきましては2連敗しております。今回の参議院岡山選挙区での選挙戦、ぜひとも自民党がこの議席を奪還をして、そして自由民主党公明党によります安定的な政策を運営、しっかりと岡山県からも後押しをしていかなければなりません。アベノミクス、まだまだ道半ば、地方創生、石破茂担当大臣がお話をされておりますけれども、これをしっかりと前に進めていって、岡山の良さ、岡山の交通建設で、岡山の観光客の誘致、人の移動、この素晴らしい岡山県をもっともっと元気にしていくためにどうか、選挙区におきましては、小野田君候補、ぜひとも皆様方、しっかりと押し上げていただきますように、高い壇上から参議院議員、石破再度、心からの訴えをさせていただき、この後の山下隆先生にバトンタッチをさせていただきます。どうか皆さん、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。参議院議員、石井正弘先生からお答えを頂戴しました。引き続きまして、衆議院議員、山下隆先生、よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。ご紹介いただきましたのは、衆議院議員、山下隆でございます。もう本日はもう僕がちっちゃい頃から見て、ずっと育っていた岡山駅前で、皆さんに訴えをさせていただきます。そして今日は、ここで、地方創生、岡山に、大変な可能性がある。そういうことをずっとお話しさせていただきました。まさにですね、岡山は、ご開目標を祈っております。今、まさに岡山の可能性を信じるのであれば、地方創生をこのままやるのであれば、アベノミクスをしっかりと地方に持ってくるのであれば、どうか7月10日、皆様のご判断いただきたいと思います。そして、岡山の女性の可能性を信じるのであれば、岡山の女性であれば何か必ず私たちということをしっかりと国会に届けてくれると信じるのであれば、どうか岡山選挙区は小野田君さんに何卒よろしくお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。山下先生、ありがとうございました。それではここで地方創生国家戦略、失礼しました、小野田君候補より皆様方にご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。自民党参議院代理選挙区支部長小野田君、岡山育ち小野田君、33歳、小野田君、ふるさと岡山のため、そして今まさに汗を流されている方々の汗が報われる日本、未来に希望を持ち笑顔を信じられる日本を作っていくために、私にこの岡山とふるさとと日本を守る力をください。地元岡山のため、岡山から日本を元気にしていくため、小野田君、全力で頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうぞ最後までお力添えいただきますよう、このようにお願い申し上げます。それでは再度申し訳ありません。地方創生担当大臣石破茂であります。さっき岡山の日本一は
よその県から移住してくる人の数が岡山は全国第1位だというお話をいたしました。岡山に住みたい、岡山に暮らしたい、そういうことで東京から移ってくる、大阪から移ってくる、よその県から来る移住者が一番多いのが岡山だというお話をいたしました。岡山はそういう力を持っている県なんです。東京にばっかり人が移って困ったな、そんな困ってばっかりいても仕方がありません。どうやって岡山に大勢の人を引っ張ってくるかと同時に、18歳で高校を出た子供たちが東京に行ってしまう、あるいは22歳で大学を終わった子供たちが岡山に帰ってこないで東京にそのままいてしまう、これを止めない限り地方への人口の移動の流れは動きません。岡山に職場を作らなければならないのです。岡山には日本一のメーカーたくさんあるんでしょうよ。例えば中島プロペラという会社があります。これは船のスクリューを作っている。日本の7割はこの岡山の会社が作っているのですよ。世界の船のスクリューの3割はこの岡山市の会社が作っているのですよ。この中島さんが新しくやろうとしているのは医療用ロボットです。手術用ロボットです。これから先お医者さんが足りない、どうするんだという話があります。ですけれどロボットに名医のいろんな技術をインプットをして、お医者さんがいなくても完璧な手術ができる岡山を医療の最先端にしようという取り組みが今始まっています。どうやって職場を作るか、それはかつてのように東京に頼んで公共事業をやろう、東京に頼んで企業を持ってきてもらおう、それだけでは岡山の将来はありません。岡山にあるいろんな素材を最大限に生かしていく、我々自民党はそのために必要な特区もやりましょう、必要な規制緩和もやりましょう。もうこの国には後がないのです。国が何をやってくれるかではない、岡山が何をするか、それも問われていると私は思います。同時にもう一つ岡山の日本一、それは岡山城の近くにある岡山の県立図書館。あそこに来る人は日本全国にある県立図書館の中でダントツの第1位なんです。東京よりも大阪よりも広島よりもどこよりも岡山の県立図書館になぜ日本一の人が来るのか、それは多くの本があり、そしてまたこの本欲しいなと思って行った時にその本が出てくるのに3分しかかからないからです。そのような世界最先端のコンピューターの技術を入れ、そして素晴らしい秘書たちがいて、日本一の貸し出し数を誇っているのはこの岡山の県立図書館なのであります。日本一って岡山にいっぱいありはしませんか。今だけです、ここだけです、あなただけです、そういうものが岡山にたくさんありはしませんか。国として不必要な規制は取り払います、特区もやります。ですけれど岡山の知恵と力は岡山県人でなければわからないものなのであって、私たちはそういう岡山から新しい日本を作っていただきたい。それは広島もそうです、山口もそうです、鳥取もそうです。それぞれの県が日本のために何をするのか、そういう今までと違う発想をするのは33歳の小野田君なのであります。今聞いたらば橋本岳も31歳で国会議員になったそうだ。私も29歳から国会議員をやっています。若いからダメということではない、若くても今までのやり方を根本から変えていく、そういう発想を持っているのが我らが小野田君であります。どうか皆さん小野田君にご支持ご支援ください。そしておそらく選挙になれば心ない民共勢力がこの場に立ってアメリカと一緒に世界中で戦争する平和安全法制反対、そういう声を張り上げるに違いありません。そんな嘘を言ってはいけません。
国連憲章をよく読んでください。侵略戦争もしてはいけない、自衛戦争もしてはいけないって書いてあるんですよ。じゃあ自衛戦争しちゃいけない、悪い国から攻められたらどうする、その時は国連が来てくれるから失敗するな、よかったよかったという話です。だけど忘れないでください、アメリカ、中国、ロシア、イギリス、フランス、この常任理事国の1カ国でも反対したら国連は来てくれないんです。国連憲章よく読んでください。国連が来てくれるから大丈夫だ、それは嘘です、まやかしです。アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランス、この5カ国のうち1カ国でも反対したら国連は来てくれないんです。悪い国から攻められた、自衛戦争もしちゃいかん、国連も来てくれない、どうするんです。だから国連が来るまでの間、自分の国は自分で守っていいよ、個別的自衛権、関係の深い国々がお互い助け合っていいよ、集団的自衛権、それが世界の常識なんであって、集団的自衛権は戦争する権利だ、そんなのは世界の非常識という、それを本当に正しいと思うんであれば、民教の諸君は国連総会に行ってそう言って訴えたらいい。そんな国が国際社会から認められるはずはありません。私たちは世界の中で日本がどう生きていくのか、世界の中で日本はどういう責任を果たすのか、そして岡山は日本の中でどういう責任を果たすのか、そういうことを有権者の皆さん方に問うていきながら、この自由で平和で豊かな国を何としても次の時代につなげたい、それが我々自由民主党の思いであります。小野田君が本気でと言っているのはまやかしではありません、嘘ではありません。我々自由民主党が本気でこの国の難題に立ち向かい、それに解決の方向を見出す、そのための参議院選挙であります。どうぞ岡山市民の皆さん、小野田君、自由民主党にお力をお寄せください。そして我々自民党、公明党、かつて6年前野党で選挙を戦いました。私はあの時に政調会長でした。自民党は謙虚で誠実で正直な政党としてもう一度生まれ変わります、そういうお訴えをして6年前議席をいただきました。この岡山では取れませんでしたが、今度こそ我々自民党がこの岡山における参議院の議席、正直で親切で丁寧な、そういう自由民主党としてお訴えをいたしてまいります。どうぞ皆様方のご支持ご支援、我々自由民主党、小野田君、そして自民党、公明党の政権に賜ることができますように、これからお願いして再度のお訴えといたします。長時間ご迷惑をかけました、ありがとうございました。岸田大臣ありがとうございました。そして長時間にわたりましてご清聴いただきました皆様方にも心から感謝を申し上げる次第でございます。またご近隣のご商売方、大変うるさくいたしましたことを心からお詫びを申し上げながら、自由民主党、最後の最後までお力添えいただきますよう心からお願いを申し上げまして、街頭の演説会を終了させていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。どうぞ最後まで小野田君、自由民主党、よろしくお願い申し上げます。はい、